クニオですさあ今日はね新しい試みとして新しくねえかもしんないけどおうちでビヨンズ都営大江戸線の六本木駅で抱きしめてビヨンズのこれアカペラというんですか演奏も入りながらなんでなんか僕の中ではアカペラというか弾き語りみたいなところもあるんですけどこの動画についてちょっとなんていう かな解説っていうんですかやってみようかなと思ってます結構ねなん何百回まではいかねえけど560回は見た気がする <laughs> であちょっとこれ撮ってみようと思ったんですなのでちょっとうんいいかどうか分かんないけど付き合ってくださいじゃあ行ってみますねこれね最初僕音別撮りじゃないかと思って 疑ってかかってて聞いてみたんですよボーカルだけもしかしたら一部差し替えてんのかなと思ったのなんでかってっうとこのイヤホンをつけてるじゃないでこのイヤホンのマイクで撮る人と全くエアーな人といるんですよでそれミックスする側だったらめちゃくちゃやりにくいなと思ってミックスっての音を後で重ねる側ねこれ偶然にそのまま合わせて重なったんだったら奇跡の一作なんでそうかもしれないけどね。 どうなってんのかなってところ気になるっちゃ気になりますまあだけれどもそういったことでできる技術っていうのがどの辺までなのかって想像膨らますいい企画ってことからのスタートですねでまあ音が別撮りなのか音撮りなのかわかんねえままっつうことですでさらにこれね長所っていうところを述べましょうかババンと5つありました5つ歌ってみた系の需要っていうのを満たしてる それはユーチューバー的なところではよくあると思うんですけど歌ってみた系ねまずこれ一つで同時に振りコピだから踊ってみた系これ二つ目で三つ目はピアノプレイなどがあるじゃないってことはこれなんかコピー演奏系もあるじゃないですかそのにも該当しててこれ三つ目で四つ目はちゃんとねガチ押し勢の <laughs> なんかガチで押してみた系動画ってあんまり僕知らないんですけどそっち系のパートの人もしっかりいて でかつ在宅系な雰囲気ついつい PC の前で軽く振りしちゃうよぐらいな撮られてる意識ないやつ参加してる意識ないやつ系ですねこの3つあ三つでごめんなさい5つが確認された気がしますねまあこれであとくるみ以外は多分ガチで在宅家じゃないですかどうしてかというとくるみんの後ろに映ってるスピーカーっていうのが部屋にあるようなスピーカーじゃないんで あれ、ハローのレッスンしてるスタジオなのか、取材している何かとか、そういうとこなんでしょうね。そんな風に思いました。で、そうそう、見れば見るほど発見があったんで、ついこれ撮る直前までまた見返してたんですけど、参ったね、これ。<laughs> まあ、楽しいからいいんです。で、メンバー一人ずつにどんなことを思ったかっていうのを続けていきましょう、えー。画面で言うとね、この左上からこう順番に話すようにします。 まずね、高瀬くるみ。これ、女の子の演技が入ってて、PPPH も入れる。PPPH このタンタタンフューですね。これ、B メロディ入れるっていうクラシックなアイドル応援のスタイル。で、サビはまあ、歌ってる感じに見えてるけど、声が入ってるかどうかっていうのはちょっと聞き取れなかったかもしれない。で、振りはオリジナルですね。可愛かったですね。で、岡村みなみ。えっと、普段ブログで上げる自撮り角度。 耳独特の昔はちょっと写真めちゃくちゃちっちゃかったんだけど最近標準サイズミドルサイズぐらいなってるあの角度好きなんでしょうね本人ねそこの角度ずっと固定ですでサビ片手で振り付けみたいなことをやって参加側な参加側なんだけどすごく耳角度っていうのを意識したサービスショット多めみたいな雰囲気でしたね可愛かったですね出口さやちゃん で、ここからまあメンバー入ってきますよね。で、うなずきスタートで、声はいつもパートで、いつものパートで、振りは小さいがほぼいつものやつ。で、えっと、画面上の顔面選挙率って言うんですか。顔の選挙率は彼女がナンバーワンですね。すごく顔前出しにしてる。一番大きい顔で、まあ見えるということですよ。だこのさヤちゃんそれでいい,いいんじゃないですか。で、次、小林のかちゃん。 ねえ小林ほのかいてよかった最高場面ですよねこういう時はね小林ほのかちゃんは、まあ、終始ピアノですで当然ながら終始ピアノなんですけどあの楽譜を一枚の楽譜で見てこのね左から右に目線がいってるっていそんなとこ見なくてもいい,でよっい,いだろうって話だけどそういう雰囲気それで、まあ、見開き一枚でやってたんだろうなと思います着てる洋服もいいですしあ,あれ自宅だったら なんかい,い,いい親だなっていうね本人もいい子だって両方だけどねそんなこと思いましたで西田しおりちゃんここはもう振り付けいつも通りでただねこの定位置が良くて腰より上がちゃんと映るようにしててやっぱ意識ちゃんと高い感じするなっていうふうなそういうのを思いましたねあとまあ手,手の振りの終わり方とかも上手だしいいんだけどなんか声の取り方が どうやって撮ってんのかなっていうとこの西田とか見てては思いました、うん、どう加工してんのかなとかねそのままでやれんのかね今ああいうので撮ってやってみたことない系なんですごくそこは興味いきましたよでじゃあ続いてキロの桃姫桃姫もすごいねこれ桃姫のこのあの何て言うの インスタとかで上げててちょっといろいろ調べたんだけど機材名までたどりつけなかったんですがあのトークボックスのボコーダーでボコーダー自体はこれ,これはリンク貼っときますよ面白いんであの桃姫がやっている撮り方で一番いいのは ELO、e、ってご存知かね, <laughs> ね ?ELO ってバンドがあるんですよ。であのその バンドエレクトリック・ライト・オーケストラってバンドなんですけどそのバンドでうまくこのトーククボッス僕当時の70年代の音楽なんですけどあの辺の音楽っていうのは比較的レコードコレクターをやっているまあ人たちとかあとポール・ウェラー僕好きだからポール・ウェラーとかも取り入れたりしてたサウンドでなんか聴いて興味あって学んだ感じです。 イエ,ローイエローでいいんだけど、YMO でもいいですよ。イエローマジックオーケストラ。これでも聴けます。こちらの方のポップ感もね、まあ、両方探して貼っときます。面白いと思います。もちろん、そのルーツのクラフトワークとかもあるんだけど、ちょっと、それはそれにしましょう。ありがとうございます。で、<laughs> じゃあ、続いて、ね、まあ、続いてというか、桃姫すごかったところを言おう。こういうの挑戦しながら、このサイズでやって、 痩せないないんかあのユニコーンみたいなのあのヤギみたいなちょっと何なのか分かってないんですけど結構これ桃姫のやつだけ機材調べたりいろいろ時間使ったっていう話です面白いやつだねで山崎はね,ねえ画面センターを貸し取りね一番小さい顔なんこの後ろに下がってる感じなんだけど存在感バッチリであれコメント欄とかも見てて思って僕聞き取れなかった「リーカ」分かったんだけど「リーカルンルン」 リカルンルンみたいなルンルンなんですね。それよく聞いてわ分,かりと分からなかったんですけど、調べたら分かりました。ね。あの、オたせってね。で、リカオたせってなんだろうね。このラベンダー振って、最後ちょっと赤に変えて、ね、白、青系で終わるみたいな。かわいかった。いやねね、この前の。 おしゃれをアカペラ、これガチでアカペラで歌ってみたのやつがあってそれが最高したそれも貼っときます。ハリシみたいな。で島倉梨花ちゃん、ね、顔一番ねこのしっかり写っててでアクションは最小限でそのサビに k p o p 的ななんかこんなこんなハートあるじゃん俺こ,これ多発するのちょっとおいと思うんだけど一発ぐらいならいいね多発しない方がいい。 でなんかちょっとブレが一番あって島倉だけ自撮り棒的なもので撮ってるのか手をこうやって撮ってるのかっていうような感じしましたでも音がきれいに撮れてるからねこれテクノロジーなんですかねちょっとその辺が答え出てないっすなんか知ってる人いたら教えてくださいで「里吉歌の」のね里吉歌」のはす常にダンスですよこれも美味しいポジションですよね振りコピ系系踊ってみた系の ミ <laughs> しャー最高っていうね,ねコピーじちゃコピーだし最近そういうの多いっすよねインスタでなんだっけみよちゃんがさあの、えー、とアンジュの曲ね踊ってたりとか、えー、楽しませてくれますねということで前田心いきましょう前ここ最初赤いハートでね前ここ超普段も可愛いいけど超カワーメイクですね 角度もなんかいいっすね。前ここ可愛かったな。で B メロとかは手を上げる程度のライトオータ感。ライトオータ感出てるね。でカメラとのこの距離このこの、この距離を意識して使えてるっていう感じも良かったかなと思います。遠近法的なね。うん、まあかわかったっていうことです。で、平井美おちゃん。平井美おちゃんね、あの動き最小限で省エネってわけじゃないですよ。 動き最小限でしかもこのピースサインとかあったらこう動かしたりとかねああいうとこがねめっちゃくちゃいいっすねなんかつぼ押さえてるねミオちゃんってね、うん、かわいいかわいいしなくてかわいいというかカメラ角度はもう最初から固定で制してる じゃあなんかちょ,ちょっと別次元な気がするそんなこと思いましたで一応かまあ基本通りおり水晶かで,で余裕があるとも撮れるしまあちょっとね小さい角度で僕そんな視力良くなくて裸眼とかで見てると、まあ、福村水木的な感じもちょ,ちょいちょい感じるまあ髪型もあるかもしれないけどねちょっとそんなとこも感じて。 余裕のボス的なところを置かせてあげたらいいんだよなっていうのが確認できましたねそんな感じかなでねこの最近の傾向というところで、まあ、美容なんかすごくこんなの、ね、ありがたい一番歌聞けたり曲の魅力確かめられるのが僕はいい,い,い好きな感じなんでここいいなと思ったんですけどねこの展開やってくれたら楽しいよねあ,あとイラストは誰が描いてんだろうね ちょっと調べきれてないとかってすいませんとあと最後の12人の画像なんていうのはこれみよちゃん以外は全部別撮りで多分インスタブログおまけチャンネルなどで確認できるやつなのかなとかは思いましたまあ、この傾向こういった流れしばらく続くのかななんて思うとこもありますし本人たちが在宅でできることの可能性広げるとかっていうんだったらいい仕掛けかなと思います これおのずと 12, 12人が同時画面に出るから最低12回再生だなって俺も思ったんですよ。で見てるうちにちょっとあこれ語りたいなとか思い始めちゃってでこう多分560回見て今に至ってんですよね。ちょっとバカだろって話なんだけどなんかちょっとこの戻しながら戻しながらみたいになっちゃって <laughs>、うん、でもまあ楽しかった。僕こういうい動画 配信は時間かかるだろうし作った方々本当にお疲れ様だと思うんですけどアイディアもシンプルで一番楽しめるそういうふうに思いましたじゃあまたこの後も実は撮ってみようと思ってるんですけどご一緒できればと思ってますじゃあ今日はお家でもビヨンズ楽しかったよっていうことだけでございましたそれじゃあまた